ウジェーヌ・ドラクロは民衆を導く自由の女神マリアンヌはフランス共和国を象徴する女性像もしくはフランス共和国の擬人化されたイメージである自由の女神として知られているフランス革命の際にサンキュロットの象徴とされたフリジュア帽と呼ばれる帽子を被っているフランスのユーロ効果、切手、国事などに描かれたり庁舎などの公的施設にその彫像が 設置されるなどして、共和制及び自由の象徴として国民に親しまれている。共和国広場に設置されている、マリアンヌ像その時代のフランスの顔とも言える美しい女性の著名人が選ばれ、その胸像が作成され、フランス国中の役所や公的な場所へ置かれることとなる。これまでに、下記の女性がマリアンヌのモデルに選ばれている。フランス政府広報のロゴマークフランスは正式な、 国賞を有しないが、フランスでは、マリアンヌの肖像がこれに準ずるものとして位置、続けられている。フランス政府は1999年から、マリアンヌと三色旗をデザインしたロゴマークを政府広報などに使用している。青と赤を背景に、マリアンヌの白い横顔、下部にはフランス語で、フランス共和国自由、平等、友愛と書かれており、フランス共和国政府、 ポータルサイトの冒頭と末尾にも表示されている。なお、マリアンヌの他にオンドリをフランスの象徴とすることもある。世界の霊名を告げる啓蒙主義の伝統を具象化したものである。ありがとうございます。